皆さんこんにちは、ハンチャンネルようこそ。次は違うゲストハウスに来ました。っていうのも YHA っていうホステルに泊まってたんですけど、なんか2週間っていう期限があるらしくて、なんかそんなあるの知らなくて、そう、誰かにその YHA に泊まってる人に、なんかリミットあるでしょって言われて、え、そうなんみたいな、で聞いた方がいいよみたいな、で聞いたら2週間しかおれんってことやったんで、でまあいろいろ家も探してたんですけど、一応お金の問題とかいろいろあったので、とりあえずもう一応、まあ、家も探してたけど、とりあえず何、とりあえずまあホステルをもう一回違うとこにして1週間予約しました。まあ、大体週に300ドルぐらい、まあ3万ぐらいなんで、まあ前のホステルもそんぐらいで、アパートも大体そんぐらいなんで、まあいっかと思ったけど、考えたらプライベートルームで300やから普通にやっぱ高いですよね。もうこの2段ベッドにもすごい疲れてきました。昨日も全然寝れんくて、まあなんかサーフィンで疲れてて、8時ぐらいに眠たくなって寝てても、まあ寝つけなかった、でずっとその状態だったので、なんか寝づらかったっていうのもあるんですけど、はい。まあで今回は8人部屋なんですけど、結構広くて、ここにしました。なんかちょっとこう、なんか見えるかな、こう1階にも1、2とこっち側にもあって、4つとこことここ2階にこういう風にあって、なんかやっぱ日差しがあるとすごい最高やなと思って、ここバルコニーもあるんで最高だね。すごい景色もいいし、いいなと思って、ちょっとトイレ私近いんで、トイレが下にあってめんどくさいのは分かってるんですけど、こっちにしました。はい。で今の状態としては、だいたい、なんとなくアパートはもう見つけられていて、で土曜日まで返事してってことだったんで、まあいろいろちょっと疑問点をいろいろ聞いてメイクシュアして確かめてから行こうと思ってます。そこが週に270で、Wi-Fi とビル、その水道代とか電気代とかいろいろ含めて270なの、結構安いんですよ。まあでも5人おって、女の人がで1つシェア、バスルームとキッチンとかいろいろシェアしないといけないので、まあちょっとそこはあれかな、なんかトイレがすごい汚な、なんか底が茶色くて、なんか取れんやつかもしれない。多分古いトイレとかってたまにああいうのあるから、まあ、そういうやつかな。まあでもここのこういうとこで300ドル払うよりか、オンルームで300ドル払った方が全然私はいいので、多分引っ越します。で仕事は今まだいろいろ応募してて、だいたい10何本ぐらい応募して、まだ2回ぐらいトライアルして多分2回とも落ちたんですけど、でまあちょっと落ち込みはするんやけど、まあでもまあやるしかないと思って、とりあえず何かしらの仕事を今月中に、7月中に見つけたいなと思ってます。はい。こっちの景色いいわ、眩しい。あとは何やろ、いいんじゃない。あとはまやけん、とりあえず不安状況としては、お金は一応解決されて、なんかリボルトっていうアプリを使ったら、なんかクレジットカードでオーストラリアに変えて、そのリボルトのアプリの中に、そこから今あるオーストラリアのアメリカのバンクの方に普通に手数料無料で行けたので、送金できたので、多分それで家賃とかを払えそうなので、いや、よかったと思ってます。で親にいろいろちょっとやってもらったので感謝です。本当最近思うのは、すごい親に感謝してます。なんかこうやって海外に行けてるのも、家に帰ったら安心できる場所があるっていうのも大きいし、親とか家族が
サポートしてくれてるのはすごいでかいなと思います。もしそれが批判する家族だってやって、なんかこうでも帰ってこんでいいけんとか言われたら、もうそんなん辛いじゃないですか。もう帰っても日本帰ったとしても一人なんか辛いし、そうやってウェルカムにしてくれる、サポートしてくれる家族がおって、すごいありがたみを感じてます。特にそういう海外に行ったりすると余計感じます。で、まあそうですね、やけん家がなんとなく見つかりました。で、仕事はまだ頑張り中です。7月中に見つけたい。で、お金も解決したので、で、まあとりあえず家に移ったら少しは安心するかなと思ってます。で、あとはもう仕事、何かしら仕事を見つけるのみです。頑張ります。